ってた。人ってマジで死ぬんだよ。だったらせめて自分が知ってる人くらいを正しく死んでほしいって思うんだ。呪いは呪いでしか払えない。お前じゃ勝てないんだ。彼には器の可能性がある。お前は強いから人を助けろ。間違った死だ。東京都立呪術高等専門学校。喜べ男子、こう言ってんよ。私を名字で呼ぶんじゃねえ。おかか、いい質問ですね。ここからは時間外労働です。でも死なせたくありません。自分が死ぬ時のことは分からんけど、やめろ。生き様で後悔はしたくない。